ようこそ皆さん、パークツアーズです。コックピットから失礼。カリブの海賊好きですか？東京ディズニーランドの開園当時からある、私も大好き、人気のアトラクションです。さて、そんなディズニーのアトラクションには細かい設定やトリビアがつきもの。カリブの海賊も膨大な量の要素が詰まっています。その中でも今回はとある絵について紹介したいと思います。まあタイトルでわかると思うのですが、カリブの海賊に裸の女性の絵が飾られているのをご存知でしょうか？早速皆さんに見ていただきましょう。場所はアトラクション序盤、海賊たちがまだ骸骨の姿でワインを飲んでいるシーンです。彼らの背後に大きな絵が飾られていますね。これが今回話す女性の絵です。まさかカリブの海賊のこんなところにこんな絵があるのは驚きですよね。カリブの海賊ってコメディに描かれていますが、意外とこういうアダルトなネタもあり、それこそ海外で問題視されてリニューアルされてしまった人身売買や女性を襲うシーンなどがそうですよね。アトラクションに乗っていれば見たことある方や、すでに知っている方もいると思います。ではこの女性は一体誰なのかということに触れていきます。正体としてはこの女性、海賊なんです。特徴的なその髪色から赤髪の海賊と呼ばれています。この赤髪の女性は先ほど述べたリニューアルとも大きな関係があり、海外でリニューアルされた人身売買のシーンは女性オークションから戦利品オークションへと変更されました。その変更に伴い赤髪の海賊も追加されたのです。非常に気高そうな海賊らしい女性ですね。実はこのリニューアル、東京ディズニーランドのカリブの海賊でもされるのではと噂があります。カリブの海賊は今休止中で、2022年9月5日から2023年4月7日の約7ヶ月と定期メンテナンスにしては異様に長い期間の休みに入っています。もしかしたら海外同様に変更してしまうかもですね。ただ東京ディズニーってリニューアルに鈍感なので、割とどっちに転ぶかわからないです。白雪姫のバッドエンドがそのままなのに、今のコロナ禍の経営でお金をかけてまでカリブを変えるのかなという思いもあります。個人的には歴史に忠実でありながらも陽気な世界観が好きなので、社会問題的な部分も理解できますが、本来の姿のままが僕としては望ましいです。さあどうなってしまうのか、カリブの海賊、皆さんの声もお聞かせください。再会が待ち遠しいですね。ではご視聴ありがとうございました。